コネラ、また今日も遊んでいこうと思うんだけど、ちょっとランクマやる予定だったんだけど、何分待っても全くマッチングしないんで、超過疎化っていうところで、まあ、しょうがないんでストーリー進めていこうと思います。で、まだね、グランウォーデンも手に入ってないんで、それのためのポイント稼ぎもしよっかなっていうのも相まって、ストーリー進めていきます。で、そんな中、このカード、ビブリンディを手に入れました。で、こいつマジで強くて、ゲーム開始と同時に手札に持つことができます。つまり相手よりも1枚多い状態で手札をスタートすることができる。まあ、はっきり言って、不正です。不正なんだけど、持ってるから、使えます。使って遊んでいこうと思います。今5000ポイント溜まってるんで、あと1回勝てば多分グランウォーデン手に入るんで。じゃあ早速やっていこうか。ここが不思議学園。なんかワンティーティの教団みたいだな。なんか最近キメセカ見たばっかりだからさ。車で爆破して倒れる竹内涼真みたいな。いや、これ絶対そうじゃん。これ絶対イメージしてるでしょ。これ、ゴレムの肉食わされるとこで、間違いなくここ、この部屋。それで和田正人がさ、一気に豹変するっていう。彼は選ばれなかった男だ、みたいな。来た。四国エリアの決勝大会出場枠を2年で、強豪だ。四国まで来たの？白鳥さん。その気力と時間の使い方は俺にはできない。あ、ジロジロ見られてる。これセクハラじゃない？面白いこと考えつかないでどんなやつだろうって話をもらってからずっと気になっててさ、面白いですか？それもセクハラだと思います。訴えますよ、これ。バトスピバンダイにセクハラで、自分のデッキを手の内ばらして回るようなもんじゃん。その辺気にならなかったの？これ、なんかカードゲーマーの言い分じゃないな。カードゲームやったことある？大体むしろ使うでしょ、ガンガン。あ、でもちょっと待って、俺、前日に忍風使いまくって本番に青ジーク使ってたわ。あの時の、あの年のチャンピオンシップ。なるほどね、そういう事情だったのか。予選大会の決勝で負けたライバル。あ、なるほどね、東也くんに勝ちたいからか。決勝大会楽しみ。よければその子の名前教えてくんない？君に勝負までさせるカードバトラー、ちょっと興味が湧いてきちゃうよ。おっと、今日の相手は、君なのに他のやつに興味を持つなんて、失礼だったね。どうしてシオンさんはその話を受けてくれたんですか？受けてくれたんどすか？面白そうだからだよ。何？それに、俺って今まで来るものを拒まずの精神でやってきたんだよね。それからのってなんか、ダサいかなって思ったんだよ。それだけ、ですか。見た目、まずダサくないですか？精神よりもまず見た目ダサくないですか。白鳥さん、あっけに取られてます。あ、おっと、開けられちゃったか。四国エリア代表の一人として威厳を取り戻そうと思う。よし、行こう。さあ、来た。はじめよ、お待ちかねのバトルの時間だ。確かにね、五択はもういいんだよ。やっぱね、カードバトラーたるもの、語る舌は持たないから。やっぱカードでね、分かち合う、お互いのことを理解し合う、これがすごく大事。もう右下にいます。ビブリンディが。こんなことがあっていいのか。左上4枚。右下5。この数字の差。いや、マジ、たかが1って思うかもしんないけどね。1枚の差っていうのは、要は1ターンの差だから。これはかなり大きいことよ、本当に。ビブリンディなんなら3積みしたいもん。3積みできたらさ、初手3枚あるからね。つまり、山札37枚からスタートできます。さあ、来た。向こうはなんだ？これ、闇クラマシの城。ああ、矢族来て2枚ドローか。わあ、いいな。俺も2枚ドローしたい。さあ、開幕。さあ、ドローステップ。開幕6枚スタートです。あ、クラーラ来たのはいいな。紫相手なら。多分、いっぱい向こう手札もんまりすると思うから、その時に合わせればいいか。さあ、これで軽減シンボル完成しましたね。まあ、とりあえず、裂け目にしようか。さ、割れ目を引っ張ってきて、で、それでそのまま配置するっていう感じにしようか。割れ目からコアが降って割ります。そして手番回そうか。相手の方に手をパーにして、どうぞ。じゃあエンドです、どうぞ。ってやるから。実際のショップバトルなら。でもこんなに元気よくさ、リフレッシュステップって言ってるバトラーは、実際にお目にかかったことはないね。
あ、もう一枚同じの発揮した？あ、でもドローしなかったか。あ、若干向こう事故ってる臭いな。さあ、こっちはどうだ？んー、なるほど。バーストじゃあまずセットする感じにしようか。ちょっと重たいな、手札が。じゃあまず、ネクサス対ショコちゃん召喚して、で、闇くらましの城は、フィールドから離れるとダメだから、こっちにしようか。ネクサス、ファントムミラージュ。まあ、クロノドラゴンあるし、まあでもとりあえずあれな、カウント増やす作業をちょっとしていきたいね。早めに3以上にしないと。まあでも相手のバーストが何かだな。アレックスとか使うのかな？どうなんだろうな。ん？相手のスピリットのコア10、13個オーバーキル感激しいな、これ。果てしなき13個リザーブ。あ！ネクサス壊された。ネクサスユネスコ。パスです。あ、でも BP 勝ってるから、なんか鬱陶しい感じするから、こいつは殺そうか。ライフで受けてコアもらおうかなと思ったけど。ちょっと邪魔そうなの倒します。あ、何にもない。え、じゃあ本当にネクサス倒すためだけに裂け目に対して厳しいね。四国代表。やらせねえよ、みたいな。いや、カウントでも、まあでもそうなんだよな。裂け目消されるとカウントできなくなっちゃうんだよな。そこちょっともったいないわ。早めにしとけばよかったか。なんなら。ちょっとこれは判断ミスですね。まあでも、ちょっと手札微妙なんで、アタックします。で、ドローして、さ、これでなんかいいカード。うわー、こういう感じなのか。ちょっともう一回これ、復活させて、で、ワンドローしようか。もう一回クロノドラゴンワンドローしよう。よし。ありません。ライフで受けて、で、もう一回ワンドローしようか。あ、やばい、ちょっと待って、間違った。操作ミスったー。転生しちゃいけないのよ。転生したくなかった。くっそー。これがデジタルの脅威。これデジタルの脅威。バーストも、やっちゃったな、これ。いやー、ボタン1個押しミスしただけでこんなにも変わるのか。未来は。いやー、ビーナ使った意味じゃん、これマジで。何のためにだよ、俺。これさ、ミスってなかったらさ、ワンチャン勝ってたんじゃないの、これ。どうなの？いやー、ワンドローしたかっただけなのにな。転生しちゃったわ。さあ、向こうバーストセットして、なんだ？あ、ミラージュ効果で、バーストの効果発揮してんのか。お、手札こんもりしてきたね。8枚。紫っぽい。すごい紫っぽい動き。さあ、何配置した？ん、ちょっとわかんない、これ。8コスト？何これ。ちょっと待って、効果見せて、これ。手札のスピットアリメントカード召喚するコストの支払いに、ソウルコア使用しないと召喚できない。ちょっと鬱陶しいな、これ。なるほど、そういうパターン来たが、ソウルコア払わないとスピリット召喚できない時代。つまり、1体しか召喚できないっぽいね、これは。ってことはもうやれることないから、まず一旦ロール入って、入って白鳥さんの入ってのの言い方がちょっと可愛いな。もうやれることがないんで、で、あと防御札もいっぱいあるんで、ちょっともうガッツガツ攻撃していくわ、もう。鬱陶しいんで。もうさっきのミスで、若干萎えてます。若干っていうか、だいぶ萎えてます。あ、ハンコンジュ懐かしい。ハンコン使ってトラッシュからカードを復活させるんだよね。あれ？ハンコンジュ使って復活してるカードなくない？で、見せただけ俺に。ハンコンジュ持ってるんだ、みたいな。懐かしいでしょ、このカード、みたいな。なんか、陸道とかが流行ってた時だよね。今でも使うんだ。トラッシュになかったのかな？終わっちゃった。四国代表？四国代表？ぐったぐだ。ぐったぐだ。わざわざはるばる四国まで来てぐったぐだの試合やったわ、白鳥さんと。強い。白鳥さん、いい子だな、本当に。
相手を立てる。男を立てる女です。ん、お見事。なるほどね。これだけの実力があれば、正面切って喧嘩を打って回ろうって気にもなるか。なんかめっちゃムカつくな、上から目線で。大したもんだよ。ありがとうございます。ちょっと高圧的。でも勝てた。よかった。四国までわざわざ来てこんな試合しちゃった。ほっとしたって顔してくれてるね。たった一回勝ったくらいで生意気な。確かにね、一回勝ったぐらいで一喜一憂したくないよね。本当に。むしろ負けた方が収穫っていっぱい出るから。その方が本番に活かせるっていうのはマジであります。いやでもマジでね、同じ人と1、2時間戦ってても全く飽きないからね。カードゲームっていうものは。まあでもどんなゲームもそうなのかな。